提供を燃やしてまして、燃やしまくれ、恐ろしい攻撃だよ。階段でバタン、敵がぺしゃんこ、恐ろしい。ゴリラ野郎、爆弾の恐ろしさを見せてやる。くらい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 。皆さんどうも、コンコンチートイヒーです。今日はカビの新作やっていこう。体験版はこの前やったから、カービィはもう完璧、プロ以上のレベルだよ。とんでもない自信だ。あれ、体験版でやったところをもう一度やらなきゃいけないの。おちぴしぱー。操作方法の確認のためにもいいじゃない。操作方法思い出しながらどんどん先を進んでいく。車のターボで提供吹っ飛ばすなんて、カービィも恐ろしいね。それは言わない、お約束。あっという間に注目だ。どんな攻撃してくるかはもう分かってるから、余裕のよっちゃん89歳。みやちゃんとしおり、もう強引にゴリラしゴリラしゴリラ押したし、一気に攻撃いけいけいけ。もうとんでもなく大ダメージ与えちゃったよ。めちゃくちゃ強いよ、ボイジー。ガードしてきたから一旦逃げます。さようなら、プップン。そして隙をついて攻撃だ、いけ。ああ、また攻撃来る、逃げる、さらに攻撃。もう終わっちゃった。あっという間だったね。楽勝のショショのショ、この調子でどんどんいっちゃうよ。次はボスのゴリラとの対決だったっけな。ボスは強いから気をつけてよ。もう一度倒してるから大丈夫だって。さあ待ってろよゴリラ。体験版にはなかったマップだね。そして助けたワードルディの数も大事なのかな。体験版とはちょっと変わってるね。それはさておき、じゃあゴリラとの対決行ってみよう。なんかトンネルをくぐってって言ってるよ。ゴリラの場所ってそんなとこだっけ。言われてみたらそんな場所なかったかな。こんなステージやってない気がするよ。どうだったっけかな。おー、開いてきた。こいつの乗り越し、やだ。おーおーおー、すごい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 、火吹きまくり、カービィ恐ろしいよ。火吹くのも初めてだし、やっぱりこのステージやってないね。敵をこんがり丸焼きだよ。可愛い見た目で意外と恐ろしいカービィ。それは言わない、お約束。美味しく敵を焼いて食べちゃうのかな。さすがに食べたりはしないでしょう。いやいや、吸い込んで食べてるじゃないか。言われてみれば食べちゃってるけど、能力を吸収してるってことにしよう。さあ敵がいたぞ、美味しく焼いていきましょう。ミディアムレアでよろしくお願いします。焼き加減とか気にしなくていいから。待ってたら自ら燃えに来てくれたよ。なんだよあの敵は。みんな燃えるの好きだね。落ちる、あやばいやばいやばい、なんとかギリギリ戻ってくれた、助かった。助かったじゃないよ、もっと気をつけて先進めよ。なんだこれは、頬張る、口の中に入れた、そして引っこ抜いた。アイテムが出てきたのかな。なんじゃこりゃ、なんだなんだ、爆発してて扉が壊れた、入れるようになった。あー、一気に敵が出てきた。だけど燃やせ全員一気に丸焦げんくん。あー、燃やすの楽しい。おー、ワードルディを助けたぞ。ここは4体助けなきゃいけないのかな。そんなに捕まっちゃってんの、捕まりすぎでしょ。大変だから一人ぐらい助けなくてもいいか。ダメだよ、ちゃんと助けなさいよ。仕方ないな、助けていくか。しかし助けた代わりにお金はちょうだいよ。こんな奴に助けられたくないな。だけどただで助けるのもおかしな話。言われてみたらそうだけど、なんか落ちそうな場所で
気をつけないとな。もし下がマグマだったら落ちてるけどね。マグマタイプ好きなんだね。薄暗い場所だな。なんか上にトゲトゲしてるやついる。危ないな、あいつ。当たらないように気をつけてね。それは無理ですか？当たれって言ってんですか？無理じゃないからダメージ食らわないように気をつけてよ。当たり前だな、ブロックマン。こんなの食らう男じゃございません。もうなんならノーダメージでクリアしちゃうよ。すごい自信だな。なんか右にあるな。何これ？お、火ついた。なんか文字も出てきたぞ。4つのランタンスイッチに火を灯すって言ってるね。そんなこともやらなきゃいけないの？今ので1つ目、あと3つ。ランタン探すのめんどくさい僕天才。緑のお野菜チンゲンサイ。そういう技にミッションちゃんとやってこよう。ワードルディっていうのも探さなきゃいけないし、ランタンも探さないとダメが。どこにあるかな。ここら辺は見当たらないかな。ダメージ食らっちゃった。危ないな。ランタンに集中しすぎないでね。攻撃飛んできてるから。どこだよランタン。おいしい牛タン0点取ったらアンポンタン。ギャグ言わなくていいから。一旦敵を倒してからのんびりとランタン探し。だけどここはなさそうかな。ついての場所行ってみよう。またトゲトゲやろう。危ないな。だけどちょっと刺さってみたい。なんでだよ、めちゃくちゃ痛いからやめときなさいよ。トゲトゲが回ってる。おお、ランタンあったぞ。これをしっかり燃やす。どこ行くんだよ、どこ行くんだよ。危ないな。よし、2個目。あと2個燃やせばいいだけね。この上は登れないのか。じゃあ右側の方に行けばいいのかな。コインがあって上に上がっていけそう。あれ、どこ行けばいいんだろう。あのコイン取りたいっていうのに全くわからない。どうやって行くんだろうね。この明かりの上に乗ってジャンプすれば届くんじゃないの。いけー。あれ、ギリギリ届かない。どうすればいいんだよ。わからなすぎて。おちっぺちっぱ。この入り口から上に上がるのかな。あれ、先に進んじゃった。上のコイン取れなくて残念観念。なんてやねんとやさ。隠し通路みたいなのがあったのかな。まあコインぐらいか。あー、なんだこの名は。なんか燃やせそう。おーおーおー、火がどん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 進んでくる。絶対爆弾だ、絶対爆弾。大爆発が起きるよ、恐ろしい。ダメージ食らっちゃった。最悪だ。攻撃してくるんじゃないよ。敵なんだから攻撃はしてくるでしょう。爆弾はどうなった。爆弾は何にも起きてなさそう。どうなっちゃったんだよ、さっきの火は。縄が大砲につながってるから、これで飛べばいいってことなんじゃないの。なる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 、なるほど。おお、火をつけて急いでここまで来なきゃいけなかったってことなのか。じゃあもう一度行ってみよう。先に火をつける。そして急げ急げ。火よりも早く先に大砲のところにいるんだ。あとは火が来て大爆発、楽しみ。それでは発射だ。ゲー、意外としょぼい発射だったね。この中にワドルディがいた。いたいたいた。ワドルディというかいちごミルクお餅野郎だね。美味しそうで食べたくなってきた。食べようとするなよ仲間を。この調子でどんどんと救っていこう。残り2体だね。あとはランプも探せ、ランプも探せ。あー、めちゃくちゃ顔でかいやついる。なんだこいつ。めちゃくちゃ燃やされてた。何だったんだよあいつ。階段吸い込んじゃったよ。しかもバタンと倒れてる。これで敵なんか潰したら恐ろしすぎだよ。やっぱりカービィって恐ろしいよ。見た目は可愛いから可愛いやつだよ。だけど見てよこの破壊力。
先生の家なんてあっという間に壊せちゃうよ。ああ、敵だってほら。一緒にして、ペタゴー。とんでもない、破壊力だね。うん、ここは横移動か。ああ、またでかいやつ。でかいやつも一撃だよ。あっという間に倒しちゃったね。ほんとすごい攻撃力だね。あーこれで先生潰したい。恐ろしいこと言わないでよ。そういえばなんか上に行けそうなとこあったよね。ちょっと戻ります。なんかお尻振っててかわいいな。だけど敵を食べちゃうよ。かわ恐ろしいやつだね。あれあれ、なんか変なとこ入り込んじゃってる。ちょっと待ってちょっと待って、一旦戻ります。この上には爆弾マーク TNT 爆弾。奥にあるのはアイテムか。アイテムゲット。通りこぼさないように気をつけなくちゃいけないな。そしてまたゲシュー。この状態でボスと戦いたいな。確かにこれで戦ったら強そう。だけどこいつじゃ狭いとこ進めないよ。強引にねじ込んだらいけないかな。あーまた縄があったぞ。これに火をつけて上と上がっていけばいいのね。急いで大砲の中へ入っていく。早く火来ないかな。あれ火が来てない。なんで階段が邪魔になっちゃってるよ。縄を踏んじゃってたのか。ダメだこりゃ。じゃあこっちの方にどうかしておこうっと。ここなら安心前進破壊神ボコボコ。それじゃあ火をつけて上と上がっていこう。いくぞ。ジャンプして上上がるって上がれないのかよ。ここまでしか行けないのかよ。作戦失敗おじっぺじっぱん。結局は階段を使うのか。だけどどこに置けばいいかな。こことか。あー大丈夫そうだ。じゃあここに置いてまずは火をつける。そして急げ急げ上へと上がっていくんだ。いけたいけた。あとは大砲で吹っ飛ぶぞ。いくぞ発射って勢いがないんだよな。もっとズドドーンとこの世界壊してほしいね。恐ろしい考え方だな。これで3体救えたぞ。残り1体どこにいるかな。まあ1体ぐらい救わなくてもいいか。それはダメでしょう。全員ちゃんと救いなさいよ。じゃあ次はこっちかな。中へと入っていきましょう。そろそろ中ボス的なやつが出てくるかな。おお映像が綺麗綺麗すぎる。ほんと昔のゲームとはえらい違いだよね。あれもしかして終わり。中ボス的なやつは出てこないのか。ほんとだね。あっさりと終わっちゃったね。しかも一人救わず終わって、おじぴじぱー。どこにいたのかよくわかんなかったね。次はもっと気をつけながら進んでいくか。次の場所へとレッツゴー。次はコロリンロード。どんなところなんだろうな。今回もたっぷりと救ったね。っていうかこいつらめちゃくちゃいるんだね。何体いるんだよ。捕まりすぎじゃない。なんだなんだなんだ。トレジャーロード、貴重なアイテム。まあそんなことよりもメインのところを進んでいこう。大事なアイテムを取ったりするのかもしれないよ。まあ必要になったら行けばいいだけの話。とりあえず先へと進んでいこう。ここも新しい能力とか出てくるかな。敵が隠れてるから丸焦げ。うわ葉っぱも丸焦げ。恐ろしい。うわトゲトゲ、こいつも恐ろしい。カービィってのは恐ろしい奴らばかりなのね。しっかりここも燃やしていく。別に無理して燃やさなくてもいいと思うけどな。先生の髪も燃えちゃったんだよね。ただただ抜けただけだから。おお新しい攻撃だ。これは遠距離攻撃ヒョモン。
敵に近づかなくていいからこれはいいね。遠くからガン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 撃ちまくれ。だけど攻撃力が弱そうなんだよな。遠距離攻撃で中ボス一撃で倒せたらいいのに。それは今度強すぎて面白くないでしょう。もっと強い攻撃が欲しいな。贅沢な話だな。遠距離攻撃できるだけで強いと思うけどね。どでかいチョコボールが転がってるな。潰されない、気をつけて。危ない、潰されるところだった。潰されたら餃子の皮へとなりました。めでたしめでたし。うわ、まだトゲトゲ。危ない危ない危ない、痛いよ。逃げて、遠くから遠距離攻撃って聞いてない。岩倉ってもこいつ聞いてない。どんだけ強いんだこいつ。無敵だ。なんとか倒せた、よかった。敵もどんどんいろんな強いやつが出てきてるね。これは全然届かないな。どうすりゃいいんだよ。あ、そして下が来そう。潰されてた。完全に餃子の皮。めでたしめでたし。何がめでたいんだよ、意味わからんな。この的を狙ったら、おお、下が開いた。そしてため打ちができる。ため打ちならこの岩だって壊せるよ。全然壊せてなかったね。ここに一人目がいたよ。ここは何体つくんだ。4体か。じゃあ頑張って全員救っていこう。今回は見逃さないように気をつけてよ。ああ、すごいよ、あのチョコボールが流れてくる。潰されないように気をつけないと危ないな。もういきなり潰されそう。ああ、むしろ潰されたい。潰されたい、おかしいから気をつけて。次から次へと転がってきすぎだから。どんだけ転がってきてんだよ。ああ、危ないな。潰されちゃうところだ。ようやくこれで終わりだ。助かった。だけどまだまだ転がるところは続くのね。潰されないようにしてよ。任せてよ。ダメージ食らってる。攻撃全然見えなかった。油断しすぎだからね。油断大敵、相手は強敵。せせーの髪の毛絶望的。まだ髪の毛生えてくるかもしれないでしょう。次はどう行けばいいんだろう。手前か。前から敵来たら大変だよな。なんであんな手がいいやつ。あんなのに踏まれたら終わりだ。敵も出てくるのかよ。厄介だな。今戦ってる場合じゃないんだってね。敵まで潰されちゃってるよ。ぺったんこだよ。落っこちちゃってんじゃん。急いで逃げないから。だけど復活カビも敵。また落ちたいな。何回も落ちなくていいから。次はどっちに行けばいいのかな。下か。下に爆弾野郎がいる。爆弾野郎の方がいいかな。遠距離攻撃よりも攻撃力は強そうだよね。じゃあ爆弾野郎で爆弾投げて投げて投げまくれ。おお、久々の車。車で敵を吹っ飛ばしまくれ。ああ、恐ろしい。危ない危ない。落ちるところだった。ここ危ないぞ、道が遅くて。岩も来てる。ってぶつかった。ぶつかって大丈夫なんだ。相当強いね、車になったカビは。ほんと強いんだよ。だからこれでボスと戦いたいのにね。なんかめちゃくちゃ運転荒々しいな。もっと丁寧に。丁寧よりも激しそうだ。あのキャリキュー、いけないよ。ジャンプボタン押すの忘れたよ。ちくそー、決まった。くれてよ、吹っ飛ばしまくれ。あー、気持ちいい。おー、思いっきり破壊した。破壊しんだよ、カービィは。もっと壊しまくれ、この建物を。これ以上は壊さなくていいでしょう。あー、転がってきた。また潰される。っていうかここにいたら全然安全だ。確かに転がってから進めば全然安全だったね。動画的には潰された方が良かったかな。あれ、もう終わり。あっという間にステージクリアなんだけど。おお、なんか左右にある。
左右のやつを壊しといた方がいいのか。いけいけ、ぶちかませ。アイテムゲット。さあ、左も壊して。いやー、もっと壊したい。いろんなものもっと壊したい。恐ろしすぎる発言だな。あっという間にクリアだったね。余裕のやっちゃん、あっちじゃうきょうさい。やっちゃんとしおりっていうか、ワドルディ全然助けてないんじゃないの。本当だ、全然どこにいるのか分からなくて。あっちビチバー、全員助けるの結構大変だな。気をつけながら進んでったんだと思うんだけどな。今度こそ全員救えるように頑張っていこう。細かいところも見逃さないようにしないとね。どこにいる、どこにいる、この草むらの中に隠れてるか。細かく見すぎだからそんなところにはいないでしょう。無駄、あいつ新たな敵吸えるかな。いけたいけたいけた。おお、トゲ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 になれる。相手をトゲで刺して刺して刺しまくる。恐ろすぎるよ、やっぱりカビリ。だけどめちゃくちゃ強そうでいいじゃない。もうどっからでもかかってきなさい。みんなトゲで刺しまくってあげるから。これは僕気に入っちゃったな。おー、今敵が刺さってた。敵を刺すなんて恐ろしい攻撃だな。こいつも刺して刺して刺しまくれ。雪見大福みたいに刺しまくれ。確かに雪見大福も刺して食べるけどね。あ、ピノでもいいんだけどもね。刺して食べるもの次から次へと言わなくていいかな。どんどんと刺してって楽しすぎだよこれ。下に落ちて刺してく。落ちてる。何やってんだよ、落ちないように気をつけなさいよ。だって気づけば落ちてて。関弁大弁関西弁どやさ。どやさじゃないから。そういえばトゲトゲを楽しみすぎてワドルディどこにいるのかちゃんと見てなかった。おーおーおー、これはもしかして無敵か。無敵、なんか無敵な気がするぞ。敵にどんどんぶつかれぶつかれぶつかれ、上へと上がっていけ。そしてぶつかる。ナイスナイスナイス。あー楽しい、無敵って楽しい。こっちのやつはガンガン倒していけ倒していけ。一生無敵だったらいいのにな。そんなの簡単で面白くないよ。そしてワードルティ一体目助けれたね。残り3体か。ていうかこいつら横にいるのに全然気づいてなかった。気づかず前に爆弾投げてた。もうバカ金かよ。戦士隊通りでスケート進む。ここはなんか光ってる。敵が出てくる前に倒しちゃう。そしてなんか吸った。なんだこれ。ロッカーを吸っちゃったみたいだね。ロッカー吸ったらどうなるの。またまたパタンと倒れて攻撃。なんか後ろに地図が出てきてる。これで6巻の役目終わり。バタンバタン敵を倒して楽しみたかったのにな。残念かんねん、なんでやねんとやさ。まあいいじゃないの。地図によればハンバーガーのところを進めみたいだったね。ということはこっちか、こっちこっちに進めばいいのね。ああ、いた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 、敵がいた。食事中の敵は好きだらけだね。敵が来てるっていうのにのんびりご飯食べてる場合かよ。そうだね、残念すぎる雑魚敵たちだね。そう考えると雑魚敵たちってほんと悲しいね。いやいや戦ってるのか。それじゃあ倒すのやめて倒されてあげようかな。それはそれでおかしいから、悪いことするやつはいけないから。そんなこと気にせずもう刺しちゃってるからね。ガンガン刺してけ刺してけ。これは中ボスか。トゲトゲの力見せてやる。ガンガン刺さっちゃってる。逃げないのこいつ、めちゃくちゃ刺さって。
やばすぎじゃない、刺されまくりで。トゲトゲめちゃくちゃ強すぎだね。近づくだけでいいからね。ああ、氷あったのかここに。いや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 、もうあっという間にこんなにやらしちゃってるからね。近づいてきたところこいつやられに来ちゃってんじゃん。だからってこっちも食べられてるから気をつけて。もうトゲトゲしてるだけで賢くて、ありがとうございます。あっという間に食っちゃいました。だけど強引に戦ってるからかなりダメージ食らっちゃってるよ。もっと気をつけながら戦ってよ。だけど楽しかったからいいじゃんいいじゃん。うー、燃えちゃったよ。なんだこれ、全然針が通用しない。なんだこれ、敵を投げてぶつけて燃やせばいいのかな。よくわからんな、ここ。なんで燃えてんだ。とても危険な場所だったね。燃えたおかげでかなりダメージ食らっちゃった。もうこれ以上食らわないように気をつけないとやられちゃいそうだな。だけどこのトゲトゲだったらもうダメージ食らうことはないか。ちょっと待って、何してんだよ、落ちてもやられそうになっちゃってるじゃん。あと一撃食らったら終わりなんじゃないの。こんなとこでやられちゃうなんて地獄ごく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 下に運命。だけど回復が出てくれるおかげで復活だ。カービィは回復が出てくれるからありがたいね。だから赤ちゃんでもクリアできるね。さすがに赤ちゃんには無理だと思うけどね。またまた燃えてるところがここにある。飛び越えることもできないのか。これどうすりゃいいんだ。あ、そうだ、さっき氷のやつがいたな。こいつを吸って能力であの炎を消せばいいってことか。僕って天才。みんなこれぐらい思いつくと思うけどね。上に上がったら下がいてワードルディ出てきた。これを救ってく、ちょっとどこ行くんだよ、待ってよ。まあここで待ってたら大丈夫か。救えたぞ、これで3体目。あと1体、今回は順調に助けてってるね。よかったよかった、ちゃんと全員救ってよ。当たり前だな、ドラッグマ。今までもちゃんと救ってるじゃないか。いやいや、救えてないやついるからね。おお、またまたロッカーあったぞ。後ろに何か隠れてんのか。またまた大事な情報が隠れてんのかな。じゃあ髪の毛が生えてくる情報とかかな。知りたい知りたい知りたい、髪の毛生えてくる情報知りたい。なんだよ、そんな情報書いてないじゃないか。先生は髪の毛二度と生えてきません、残念でした。おお、こっちにもいけるみたいさ。倒してゆく。おお、隠れ通路があったぞ、隠れ通路。この先には何があるんだ。なんだよ、敵がいるだけかよ。おお、相手また、やったやった、アイテムゲット。それじゃあ戻っていくとしますか。さあ、この地図はケーキって書いてあるぞ。ケーキの場所を探せ探せ探せ、左にケーキがあるぞ。ここを左に行けばいいのかな。だけどよーく見たら奥にもケーキあるんじゃないの。じゃあどっちに行けばいいってんだよ。わけわからん、わけわからん、わけわからん、ランランランル。そのギャグの方がわけわからんよ。それよりも、もう一度ヒントをちゃんと確認しに行った方がいいんじゃないの。そんなのめんどくさい、僕天才。緑のお野菜、チンゲン菜。めんどくさかったら絶対ミスするよ。じゃあ僕の運の力を見せてあげようじゃないか。これは絶対手前だな。手前のケーキのところ入っていこう。ここで正解。こんなんで大丈夫なのか。任せなさいって。
正解だったからどうなんのところもやったー、これでお宝、うわー、敵がいっぱい出てきた、ちょっと待って助けて、危ないな、最悪だ、これはもしかして失敗を選んじゃったってこと、だからちゃんとヒントをもう一度確認した方がよかったじゃないか、どこかの子やらかしちゃったぜ、まあ失敗から学ぶことはたくさんあるからいいじゃない、先生だってハゲて今いろいろわかることがあるでしょう、そうだね、髪の毛のためにもっと食生活しっかりしとけばよかった、だからみんなもわざと失敗していこう、わざと失敗するのはおかしいけどね、失敗することは恥ずかしいことじゃない、人の失敗を笑うことこそ恥ずかしいことだ、キャラにもないことを言うんじゃないよ、おーおーおお、壁が一気に倒れてきそうだよ、来るか来るか来るかって全然来ないな、どうやって操作するんだこれ、どっちに倒せばいいんだ、なんかうまく操作できてないね、うまくいかないからもう諦める、諦めるな、スティックを下に倒せばいいんじゃないの、やってるつもりなんだけどなかなか倒れてくれません、おお来た来た来た、一気にドルー、やった壁破壊、おお、そしてゴールだ、やった、ここもあっさりクリア、楽勝のショッショのショー、だけどワドルティ一体救えなかったね、ほんと見つけるのは難しくてオジピチパー、それじゃあ次のステージ行くぞ行くぞ行くぞ、おお、なんだ鍵がかかってる、たくさん助けないと先に進めないようになってるのね、そうなんだ、もう救わずに進んでやろうかとも思ったけども、それじゃあダメなんだ、これでいよいよボスへと挑めるみたいだよ、ということは体験版で戦ったゴリラ野郎との対決か、もう一度倒してるからこいつなんて余裕のよっちゃん89歳いればなくさ、大事なものをなくすなよ、なんか前に来たことがある感じがするね、やっぱりやってるね、だけど体験版とはもしかしたら違うかも知らないよね、そうなの、多分激弱になってるよ、弱くなることはないと思うんだけど、そういえば体験版の時はボス戦の前で武器を選べたと思ったんだよな、前回はこの氷だったけど今回は違う武器にしてみようかな、なるほど、武器が変えれるのは違う楽しみがあっていいね、ボス戦前にたっぷり回復ありがとうございます、っていうかもうお腹いっぱいで動けません、カービィは大食いだから大丈夫だよ、やっぱり武器が選べる、じゃあ今回は爆弾を使ってみようかな、これだとどんな戦いになるのか、前回は氷で凍らしながら戦ったんだよね、今回は爆弾でバカ恐ろしいぜ、さすがの爆弾攻撃にゴリラもびっくり仰天、テストは0点ツルツル食べれるところって、いたぞゴリラ、っていうか見つからないようにここら辺に隠れてこう、めっちゃ見られてるね、捕まっちゃったよ、最悪だ、カービィ絶対絶命だ、よし、それじゃあ戦いスタート、ゴリラメンバー爆弾の力を思い知らせてやる、危ないな、攻撃方法はもう覚えてるから完璧って、どんな攻撃してくんだっけ、思いっきり忘れてるんじゃないか、遠く行ってなんか投げるはず、やっぱりこれをかわして近づいていく、そして爆弾をぶつけまくれ、危ないよ、やるかしちゃった、だけどいい、もう強引に行け、ゴリ押しゴリラ押しだし顔面に爆弾ぶつけまくりだよ、もうこんなにダメージ与えてる、
氷よりもめちゃくちゃ倒すの簡単そうだよ。本当だね。武器は爆弾の方が良さそうだね。爆弾投げるの夢中になってるぞ。攻撃狂っちゃうから気をつけないとな。だけどこれも強引にいけるでしょ。ああサッカーサッカー爆弾サッカー。ふざけてんじゃないよ。そんなことしたらやられちゃうよ。大丈夫。ブーノスケ細い。ブーノスケって誰？顔面に爆弾ぶつけまくりでもう体力こんなに減らしたよ。そして回転してくるんだったよね。だけど回転なんか爆弾くらいくらい聞いてない。最悪は逃げた方がよかった。だけどピヨピヨ状態。今がチャンス今がチャンス。爆弾を投げて投げて投げまくれ。顔面にぶつけてぶつけてぶつけまくれ。そういえば衝撃波紋を飛ばしてくるんだった。覚えてたよ。よかったよかった。じゃあまだ来た。覚えてなかったよ。最初だ。あとちょっとだからって油断しないでよ。とどめだとどめとどめを刺してやる。ああまた回転きたきたきた。逃げろ逃げろ。近づきすぎた。ピチピチピチ。うーやべえ生き残りだった。ああギリギリ助かった。よかった。もう残り耐えるか。あとちょっと強引にやったらやったらやったら。いったポストリコテた。爆弾めちゃくちゃ強かった。本当だね。前回かなり苦労したもんね。おっそり勝てて、うれうれうれしいなぁ。うれうれうれしいなぁ。うれしすぎて、ハッピ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 ピッ。だけどまだまだ一面だからね。こっからが大変そうだよ。それじゃあ二面も頑張っていきましょう。ここはなんだ？ここはなんだ？カービィたちの村なのかなぁ。なんか今作ってるみたいだね。壊されちゃってたから作り直してるってことなのか。ワードルティたちをたくさん助けるとどんどん施設ができてくみたいだよ。ということはやっぱりたくさん作ってかなきゃいけないのか。それはちょっとめんどくさいな。そう言わずにちゃんと作っていきなさいよ。はいはい、わかりました。はいは1回でいいから。だけどコピー能力がもっと強くなるって言ってるよ。そうなの？パワーアップできるの？だけどそれはまた次回パワーアップさせて楽しもうかな。それじゃあまたお会いいたしましょう。バイバイバイパワーアップ。チャンネル登録よろしくお願いします。